こんにちは、サイクルオークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回はこちらのドリンクボトルの紹介をしたいと思います。名前はエリートフライボトル 550ml というものです。でこのボトル根強いファンがいると聞いてまして、もしかすると紹介しなくてももう知ってます、使ってますっていう人がいるかもしれません。ただ今回私これを今まであまり使えてこなかったという実情があるんですね。でなぜいいものなのに使えてこなかったのか、あとこの商品のメリットデメリットについてお伝えしていきたいと思います。それでは始めましょう。はい、ドリンクボトルですけれども、おそらくドリンクボトルっていうのは千差万別でして、いろんなものがあって好みによって人それぞれいろんなものを使っていると思うんですね。それで私が紹介するこちらのエリートフライボトル 550ml っていうのは2022年の7月に買いました。およそ2ヶ月以上前に買ってるんですけども、なかなか登場する機会がなかったんですね。でまずその辺の理由についてご紹介したいと思います。それでなぜこれを今まで使えてこなかったかというと、ひとえにその保冷性の低さなんですね。でこのボトル非常にいいものではあるんですけども、非常にシンプルなボトルであるがゆえに全くもってその断熱効果ないんですね。で断熱効果がないということで、私は今まで使ってたのはこちらですね、キャメルバックポディウムチルというものですね。でこれはこの辺の側壁を見ていただけると分かる通り、発泡スチロール製の断熱材が周りに施されているんです。ですから例えば氷を満たして飲料を入れておけば2時間ぐらいはなんとか冷たくなるんですね。でこのポディウムチルにはもうちょっと上位バージョンのポディウムアイスというものがありますけれども、私はそれを持っていないんですけど、その断熱効果はさらに高いと聞いています。で例えばこれでもですね、氷を入れて2時間ぐらい経つともう中身が氷がもうすでに溶けてなくなるんですね。これに関してはまず蓋を取って内部の構造をお見せしますが、非常にシンプルなんですね。まあ要は普通の樹脂なんです。ですからこれ1時間ぐらいでおそらく氷が溶けきってしまって、その後1時間回してればもう立派なぬるま湯になってしまうんですね。ですから真夏の暑い時にこれの登場する機会はなかったということで、それがひとえにこれが登場する機会が今までなかったという理由です。次はこれのメリットデメリットについてお伝えしていきたいと思いますが、まずは軽さですね。ちょっと重量を測ってみましょう。それでこれの重さですけれども 54g ですね。参考値としてこちらのキャメルバックポディウムチルの重量を測っていきますと 109g、 およそ倍ぐらいあるんですね。まあ大きさがこちらの方がでかいというのもあるんですけど、ということで軽量性を求めるロードバイク乗りについてはこのエリートフライボトル 54g っていうのは非常に魅力的な軽量さだと思いますね。これから保冷を必要としない場合にはこれの登場が非常に高まるだろうっていうふうに僕は読んでいます。で次にメリットデメリットについてお伝えしていきますと、このエリートフライボトルのメリットっていうのはまずは軽量さ、先ほどお伝えした通りです。もう一つのメリットがあるんですね。それは柔軟性なんです。これ触っていただくと明らかに柔らかいんですよね。これ以上柔らかいボトルがないのではないかぐらいな感じの柔らかさです。ですからこちらのエリートフライボトルを愛用している人たちっていうのは、まず軽いということとともに非常に柔らかくて中の飲料を押し出しやすいという、そういうメリットを感じていると思うんです。でその割にはチャチくなくてですね、しっかり蓋を閉めれば中の飲料が漏れ出ることはないんですね。こうやって閉めて、こうやって閉めると、そうすると非常に気密性が高まって飲料が漏れ出る恐れはなくなります。それでこちらのエリートフライボトルのもう一つのメリットは価格ですね。保冷性能以外の性能は十分高いにもかかわらず、これ1000円ぐらいで買えるんですよ。で世の中おそらくこれよりも安いボトルはあると思うんですけれども、おそらく500円とか800円のボトルを買ってしまうと、例えば柔軟性だとか軽さだとか使い勝手の面でこれより劣るものっていう風になってしまうんじゃないでしょうか。まあ世の中には掘り出し物もあると思うので、これよりも安くてこれよりもいいものがあるよってご存知の方はぜひコメントで教えていただければありがたく思います。でデメリットについては先ほど申し上げた保冷性だけですね。
本当にそれ以外は何ら気になるところはありません。それでこのキャメルバックもそれなりの柔らかさを持ってるんですね。飲料をストレスなく押し出すことができます。ただし若干重いのと若干大きいっていう点があったんですね。ですから私これキャメルバッグを持っててかなり長年使ってるんですけど、この大きさのものを買ったっていうのはあえて理由がありまして、このぐらいの高さのコンパクトなものが欲しかったんですね。でコンパクトなものが欲しかった理由についてはこれからちょっと理由をお知らせします。それではなぜ私が 550ml というコンパクトめのボトルを買ったのかについてご説明したいと思います。それはタブにこういったフレームバッグの存在があるんですね。例えば今これ私が持っているトレックのドマーネにフレームトライアングルバッグというものをつけている状態です。このフレームバッグって非常に便利でして、自転車のフォルムとか重心を崩さずにいろんな大きなものを入れられるので非常に便利で重宝しているんです。毎度毎度つけてはいないんですけど、ロングライドでバックパックを使わないような時って非常に助かっているんですね。でこれ時々つけるんですけど、その時に例えばこれも私使っている R250 のツールボトルなんですけど、これツールボトルちょっと長さが長くてここに入れるとするとフレームバッグにパンパンに当たってしまうんですね。ただしツールバッグというのは走行中に出し入れしないのでこれでよくて、問題はボトルなんですよ。でこの長さのボトルですとここに入れるともうほとんどこのフレームバッグと干渉してしまって走行中に出し入れがすごくしづらいんです。その点この大きさのボトルですとスパッと入るんですね、ということでこのぐらいの大きさのボトルっていうのがぜひ欲しかった。それとあとポディウムチルは持っているからこれとは違う性格のものが欲しかったということで行き着いたのがこのエリートフライボトルなんですね。はい、ということで今回は隠れたベストセラーエリートフライボトル、柔軟性に富む非常に軽量なボトルの紹介をいたしました。最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。